大丈夫、本人大丈夫、大丈夫、はい、危ない危ない危ない。羽咋市の桁大社で行われたのは、鵜の動きで来年の吉凶を占う鵜祭りです。おととし、去年と2年連続で鵜が捕まらず、祭りが行われるのは3年ぶり。午前3時半、鵜様が薄暗い本殿に放たれると、羽を羽ばたかせて案台まで飛び上がりました。来年の吉凶は、2年間鵜が捕獲できなかった、で慎重に進むべきで、そうすれば先が見えてくる。以上です。役目を終えた鵜はその後海岸に放たれ、暗闇へと飛び立っていきました。